の悲劇。またしても悪魔的な難問を解くチャンスだ。それを私がパーロック出版の一冊1ペニーの本へと変える。これを見たからにはもっと質問が必要ね。容疑者をもう一度尋問すべきね。プリューデンさんは私の婚約者です。どうしても会いたい。大事な話があったならいつ来てもおかしくない。婚約を解消するんじゃないかと不安で。殺されたと聞いて気の毒です。ここの患者さんでしたが、徐々に社交のために来るようになりました。じゃあアルトン先生と公園で会っていたんですね。誰かと婚約していると思っていました。メイならもっといい判断ができたはずだと思います。きっと今ならできるでしょう。アルトン先生の他の患者のことなんて知らない。これを見たからにはもっと質問が必要ね。戻ってこれについて聞くべきね。
まさかプリューデンスが。ひどすぎる。プロポーズするところだったのに。だが理解できません。今日は会う約束がなかった。時々公園で会うことは事実です。だが今朝は何の約束もしていなかった。実際とても奇妙です。プリューデンスはここの患者でしたが、処方薬は渡していません。こんなものを持ち歩いていたはずがない。お察しの通りですが、どの患者の状態も話すことはできません。不幸な出来事です。患者の一人が興奮しすぎました。実際かなり頭にきてるよ。ものすごい効果があって、生まれ変わった気分だったんだ。精力的で社交的にさえなった。それなのに先生は理由もなく処方を中止したんだ。ミスター・バクスターは昨日先生を襲ったようです。診療時間後でしたが、先生は頬に切り傷がありました。かわいそうに。アルトン先生は往診で会いに行きます。ミスター・バクスターは処方薬を準備すると、私がランチで不在の正午に取りに来ます。あの女が私の恋人と公園でキスしているのを見たわ。昨日この通りまで追いかけたけど見失ったの。見つけるまで毎日でも来てやるわ。あの尻軽が彼に手を出す気なら痛めつけてやらなきゃ。彼は私のものよ。みんなバクスターと付き合いたがるけど独占はできない。彼に聞いてよ。そういう生き方の人なの。
これに関してもっと質問しなくちゃ。最近のプリューデンスは冷たかった。主治医に好意を、あのゲスに。私の方が夫にふさわしいし、結婚式も手配してた。そんな男は知りません。あの薬はアルトン先生が患者のミスター・シェルビー用に開発したんですが、別の患者にも使っていました。神よ、その通りです。粉薬が私の中の化け物を解き放った。彼は何も知らないプリューデンスを誘惑し、我々の結婚を阻むために殺したんです。あまりにひどい。粉薬がおかしいとは思ってたけど、あの書類を見るまでわからなかったよ。お見事。留置場に連れて行く。